はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。3時43分頃でございましょうか。ですね、結局ですね、日経平均はマイナス71で、日経社マイナス16で終わったんですね。ですね、トピックス上がってるんですよ、プラス14って。まあまあ、まあ上がったと言えるぐらい上がってますよね。上海がまだやってまして、プラス39ですね。香港ハンセンですね、マイナス123と、まあ普通に下げてますね。まあちょい下げっていう感じかな。ドルウォンは 1335.39 とじわっとですね、ウォン安方面に持っていかれています。さて本題はですね、産経新聞のですね、週刊富士っていう、あの夕刊富士からのですね、こう天才ですね。これは私の好きなですね、田村秀夫先生のですね、産経評価した中国人民解放軍参謀、我々の知らないことが書かれていると。田村秀夫と、お金は知ってるというシリーズなんですけど、中国の国家安全部は SNS のウェイボー、WeChatにですね、公式アカウントを持ち、しばしば脅しのメッセージを流す。昨年12月15日には中央経済工作会議の決定を踏まえて、以下のように警告した。改革をですね、外部から中国経済を貶める意図を持つ各種の常套句が絶えず現れている。本質は虚偽を述べて、中国の衰退という言葉の罠、認知の罠を作り出し、中国の特色ある社会主義制度とその進む道を公益否定し、中国に対する戦略的な包囲、抑圧を企むものだ。設論は産経新聞出版から、中国経済衰退の真実を2月1日に出版した。このタイトルを決めたのは、上記の工作会議より前だから国家安全部の警告とは無関係である。同書の多くのデータは中国国家統計局の公表値を使っている。まあ、いやですね、ちょっと飛ばしまして、思い出すのは2007年のことだ。まだ習近平がですね、主席についていない時ですね、胡錦涛時代です。また緩やかな時ですよね。今から思えば、大正デモクラシーなんて言われますけどね。思い出すのは2007年のことだ。中国人民解放軍の参謀本部のスタッフたちが産経新聞の招きで来日した時、産経新聞は北京の外交当局から睨まれているが、あなた方はどう思うのかと聞くと、日本の新聞で読む価値があるのは産経新聞だけだ。なぜなら我々の知らないことが書かれているとの答えが返ってきた。今の習近平政権は不都合な真実をことごとく排除隠蔽し、公安当局が経済に関してネガティブな情報を流す者に反スパイ法を適用しかねないというから、覚醒の感ありである。難しい言い回しせんといてえな、ほんまに。まあ世の中変わったねということですね。はい、この後も続くんですけども、まあ、この辺りにしまして、いつもいつも思うんですけどね、私毎日毎日ニュースをチェックしてるんですけど、チェックする中のですね、半分ぐらいは外国のメディアなんですよ。もちろん日本語ですよ。日本語サイトを作ってもらってるんで、作ってくれるんで、そこを読むわけですけど、まずロイターでしょ。ロイターを見たらちゃうか、これやったら。まずロイターでしょ。でからですね、あれですね、コリア系はですね、中央日報に、朝鮮オンラインに、ワウコリアに、ハンギョレ、ですね、あとは連合ニュース、まあ、あと、そうですね、その5つで、あとは、まあ、日本語発信をしている新社員さんですね、でしょ。で、あとはですね、大紀元。まあ、これは、元は中国なんでしょうけどね、アメリカあたりでやってるんちゃいますかね、中国以外でやってる。
であとはブルームバーグ見るでしょ、ニューズウィークに CNN 見るでしょ、で亜州経済というコリアのサイトも見ますし、ですね、あとはどうだろう、あとはですね、AFP 見ますね、はい、たまに BBC も見ますね、つまりですね、半分ぐらいは外国サイト、外国のメディアのサイトの日本語な版なんですよ。おいでね、日本のメディアってね、なんかね、外国語サイトを作ってるという感じしないですね。これ今朝日新聞、朝日新聞じゃあ産経新聞見てますけど、産経新聞の英語版とかってなさそうなんですよね。なさそうですね。朝日新聞にはあるようですけどね、関連サイトジャパンフォワード、フォワードなんてありますけど、これ英語ですか？あ、これ英語ですね。あ、産経も一応英語作ってるんですね。うん、ただですね、私は英語をね、作るのはね、当たり前だと思うんですよ。だから中国語とかね、ハングルとかも作ったらいいと思うんですね。ただ中国語を作ってもですね、中国から多分見れなくなりますけどね。ただ何ったかな、突破する技術があるでしょ、あれを使えば見れるんでですね、産経新聞なんかはですね、ちゃんと中国語とですね、ハングルも作るべきだと思うんですよね。だって向こうがね、日本語サイト作ってくれてるんですからね、日本も作ってあげたらええね、ハングルを。いやいやいや、そうするとね、それをこう向こうの人も読むわけでしょ。まああんまりその向こうのですね、記事ほどですね、向こうの記事は何ていうか、記事のどうでしょう、1割から2割ぐらいはですね、日本関連の記事があるんですけども、まあ場合によってこう、この前の福島の処理水の時なんかハンギョレはですね、8割ぐらいは日本関係の記事でしたけどね。まあでも平均すると鳴らすと1割ぐらいは日本関連あるんですよね。で大きいのは 2割3割、何かイシューがある時はですね、2割3割あったりしますけど、ただこう日本で一番韓国関係の記事をたくさん書いてると思われる産経新聞でもですね、平均したらですね、どうでしょうね、 5% もないんちゃいますかね。なんかね、大統領選挙とかありゃ出てますけどですね、 5% ないでしょうね。韓国関係の記事を探す方がめんどくさいというか、なかなかないんでね、たまに出るとふうと思いますけど、関心のですね、非対称性ってあるんですね。日本の人は別に朝鮮半島のことをですね、まあ、めんどくさい隣隣国ぐらいにしか思っていない人が大半でして、であんまり書かれたくないというか、もうええやんそんな話はというような感じなんですけど、向こうはね、日本の話で盛り上がるみたいですからね、いろんな面でですね。で、いわゆる中国の人もね、韓国の人もね、自分たちに都合の悪いですね、自分たちをこう批判するような記事を目にする機会が非常に少ないと思うんですよね。で韓国なんか表面的な言論の自由があるんですけどですね、どう言いますかね、こう日本風に言うと自虐的なね、記事ってほぼないんですね。まあ、ありますよ、たまにありますけど、まあえぐるようなような記事ってないわけなんですね。例えば日本で言えば朝日や東京のように、お前らまるでこう日本人ちゃうやろみたいな、ね、そういう視点があるでしょ、彼らには。日本は悪い国なんやというふうに、そういう視点でものを書いてるでしょ。ああいうのがないんですね、あんまりね、あんまりね、少しあるんですよ。で、他国からのですね、自国への批判とかですね、そういうのもね、ほぼないですね、韓国の場合は。うん、だからまあまあ、ハングルを作ってあげればですね、彼らが卒倒するような記事もいっぱいあると思うんですけど、もうげんやーとかって言いそうですけど、はいはいって言われてですね。で、中国もそうですよね。なんていうか、朝日やね、毎日や東京をね、中国語にしたところでね、彼らにとって面白くないでしょうけど、産経をね、中国語にしたらね、読みたくなるんちゃいますかね。えぐるような記事を時々書いてますからね、
なんでですね、ぜひ今後ですね、近隣諸国でございますから、中国語の漢字体、いわゆる今の大陸中国語の漢字ですね、いやハングルのですねサイトをぜひ作るべきやなと私は思っていますというお話でございました。一応このですね産経新聞のアドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。